それでは、ハーディ・ワインベルグの法則の演習問題を解いてみます。遺伝子と遺伝子型の違いに気をつけましょう。ラ a ジ A とかスモ a ル A は遺伝子を表したもので、遺伝子型っていうのは持っている遺伝子をすべて書いたものです。例えば、遺伝子型ラ a ジ A、l a A の個体っていうのは、遺伝子ラ a ジ A を2個持つ個体っていう意味です。それでは問題1。遺伝子型ラ a ジ A、l a A の個体。 遺伝子型、ラージエスモール a の個体、遺伝子型、スモール l a, モール l a の個体が、1対1対1で存在している。ラージへの遺伝子頻度はいくつか。こんな風に、遺伝子型の頻度が分かっていたら、これが一番簡単な問題で、遺伝子型の頻度っていうのは、遺伝子型、ラージエラージ a が何匹、遺伝子型、ラージエスモール a が何匹、遺伝子型、スモール l a, モール l a が何匹っていうことが、もうすでに問題文で分かっていたら、これが一番簡単な問題のタイプです。 遺伝子をただ数えればいいだけです。遺伝子はすべて合わせると6個。ね。1個の個体が2個ずつ遺伝子持ってるから、遺伝子は全部で123456で6個。そのうちラージエが3つだから、ラージエの遺伝子頻度は6分の3で0.5になるわけです。次の問題に行く前に、ポイントを見ておくと、ハーディ・ワインベルグの法則が成り立っている集団では、 遺伝子型、large ー l a r g e の頻度が p 次乗、遺伝子型、large モ s m a l l a の頻度が 2pq。遺伝子型、small a,small a の頻度が q 次乗になっている。そういうことがわかっています。それがハーディー・ワインベルグの法則です。で、続いて問題2番。ハーディー・ワインベルグの法則が成り立っている集団において、large の遺伝子頻度を p、small a の遺伝子頻度を q とする。遺伝子型、large ー l a r g e の頻度はいくつか。 このハーディー・ワインベルグの法則が成り立っている集団っていうのはものすごいヒントで、ハーディー・ワインベルグの法則が成り立っていれば、遺伝子型ラージエラージエの個体が P 次乗遺伝子型ラージエスモール A の個体が 2PQ、遺伝子型スモール A スモール A の個体が Q 次乗の比で存在することになります。ハーディー・ワインベルグの法則っていうのは、ランダムに交配が起こるとか、 突然変異が起きないとか、そういう一定の条件のもとでは、遺伝子型ラージエラージエ、遺伝子型ラージエスモール A、遺伝子型スモールエスモールエが、それぞれ P 字上に PQ、Q 字上の比で存在することに理論上なりますよっていう、そういう法則です。もう一度ポイントを見てみます。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立っている集団では、遺伝子型ラージエラージエの頻度が P 字上、遺伝子型 ラージエスモールエの頻度が 2P9 遺伝子型スモールエスモールエの頻度が9次乗になっています。したがって答えは P 次乗です。ハーディー・ワインベルグの法則が成り立っている集団において遺伝子型ラージエラージエの頻度は理論上 P 次乗になります。遺伝子型ラージエラージエの個体の頻度が P 次乗になるのは不思議なことではありません。 例えばこの袋の中に、ラ a ジ a と書かれたボールが1 10分の1の頻度で、スモ a ル a と書かれたボールが9 10分の9の頻度で存在するとします。その袋からラ a ジ a って書かれたボールを2個取り出す確率は、ラ a ジ a は1 10分の1の頻度で存在しているわけだから、1 10分の 1×10 分の1の100分の1になります。 で、ハーリー・ワインベルグの法則が言ってるのは、その10分の1っていう数値が、この P という文字に変わっただけですね。ラージ A が P の頻度で、スモール A が Q の頻度で存在する集団があったときに、ラージ A を2個取り出す確率は、P、P×P の P 次乗になるわけです。この集団の中で、ラージ A っていう遺伝子が P の頻度で存在しているということは、ラージ A が入った l の頻度も P、ラージ A が入った 静止の頻度も P になるわけです。つまり、ラージエ A が入ったランが選ばれる確率は P。ラージエ A が入った静止が選ばれる確率は P。つまり、ラージエラ A, ジエ A が生じる確率。ラージエラ A, ジエ A の頻度は P 事乗になるわけです。では最後の問題。問題2の集団において、先ほどの問題において、遺伝子型、small A, small A の答えが絶滅した。 その時の遺伝子スモール A の頻度を求めよう。こんな風にスモール A、スモール A が絶滅してしまった。今、この野原には、ラ a ジ g ラ a ジ a が P 事情匹引き、LargeA、例 a が 2P9 匹いることになります。この時のスモール A の頻度を求めましょうっていうんですね。結局はまた遺伝子を数える問題と同じです。遺伝子型ラ a ジ g ラ a ジ a a の個体が P 事情匹引き、遺伝子型ラ a ジ g e a s a の個体が 2p9 引きます。で、この生き物1匹につき2個遺伝子を持っている。ね。生き物1匹につき1個2個2個遺伝子を持っている。ので、遺伝子は全部で 2×p 事情プラス 2p9 個。つまり、この生き物の数は p 事情プラス 2p9 だけど、それぞれ1匹が2個ずつ遺伝子を持っているから、遺伝子の数は全部で 2×p 事情プラス 2p9 個になるわけですね。この 2をかけてるのは生き物1匹につき2個遺伝子を持つからです。そしてそのうち small a は 2p9 個。ね。large a, small a が1個ずつ small a を持つよね。large a, small a が1匹いたら1個そこに small a が入ってる。で、この large a, small a を持つやつが 2p9 匹いるんだから small a の数は 2p9 個。よって small a の遺伝子頻度は このようになるわけです。はじめの問題と同じだよね。分母は遺伝子全部の数。ね、分母は遺伝子全部の数。それで、そのうち、スモ a ル a が 2p 9個あるんだから、スモ a ル a の遺伝子頻度はこうなるわけです。で、えっと、分母と分子、それぞれ2で割って、さらに p でも割れるから、p で割って、これが答えになるわけです。 p プラス2 9分の9。では、ご清聴ありがとうございました。もう一度復習してみてください。